はい、行きましょう。定積分の応用ですね。ここは今まで計算した定積分、それ使っていろんな問題解いていこうやということです。で、応用問題でもやることは3つで、1つ目は、ヒントを全て使わねと。問題になってるのは全部ヒントやから、それを全部全て使って問題解いていこうと。で、2つ目、図や具体例をちゃんと考えねと。問題が分かりにくいときは図書いたり具体例を考えると分かりやすくなります。で3つ目、こんなコツっていうほどじゃないですね。できることは全てやっていこうねと。思いついたことはとりあえずやろうと。ね、道筋が見えてなくてもやってみると。例えば、1番どんな問題かっていうと、インテグラル0から1の x たす b の dx イコール1と、インテグラル1から2の x たす b の dx が3で分かっているときに、じゃあこんなん満たす a と b 求めろっていう問題だけど、こんなん正直見たことない問題ですよね。でも、とりあえずできることすべてやろうっていうのを考えると、やっぱもうここ見たら積分するしかないやんね。ということで、積分してみます。ほな、2分の x に乗った bx の0から1が1になるから、もうあとやるとだけですよね、計算。ほな、2分の a たす b が1になるから、式変形したら a たす 2b が2になると。こっちも同じです。もう積分しかやることないやんというと、やってみると、計算していったら、道が開けるんですね。ほな、この1の式と2の式を使って、連立したら、a と b がちゃんと出るじゃないかと。こういう風になるんですね。これ、応用って書いてるけど、実は全然大して難しくなくて、ね、積分のこの計算さえ、文字を使ったこの積分の計算がしっかりできれば、全然問題ないですね。もし悩むとしたら、A やら X やら B やらあるけど、どれを積分したらいいねって悩むかもしれないですけど、それもここの DX っていう、ここを見れば、X について積分してくれよっていうのを言ってくれてるんで、この X を2乗にして、この X ついてないやつは1乗をつけてあげたらいいんですね。こういうふうに判断できます。はい、ということで、定積分の応用、たったこれだけです。今までのね、積分の知識が身についてたらできるんで、これができなかった人は、今までのところも、知識の抜けがないかなとか、そういうのを考えて見直していけば、ヒットできるようになります。じゃあ、学校の問題集や、無料塾の問題集で類題探して、ノーヒントでできるように、しっかり練習していきましょう。